私は JST のバイオサイエンスデータベースセンターの川島と申します。よろしくお願いいたします。で、今日お話しする内容としてはこの5つになります。で早速1番目、ゲノム医学研究の変遷ということで、塩基配列を比較すると人において、線ベースに1つぐらいの違いがあるということが、分かってきているんですが、そういうのの中に、こういった髪の毛の色とか太さとか目の、色とかそういう形質の違いが、そういう変異と関わっているっていうことが、分かってきているというのと、あと、そういうものの中に、病気になりやすさとか感染しやすさとか薬効きやすさもしくは副作用が出やすい人っていうのに影響する、変異もあるということが分かってきております。で、こういうものが、オーダーメイド医療の実現に向けて、どんどん調べられていて、で、解析が進んでいます。で、まあ、この辺は皆さんご存知だとは思うんですけど、まあ、どこを見てるかっていうと、その核の中の染色体の中のこれですね、DNA を主に見ているものが多いです。で、線ベースに一つの変異がある、違いがあるっていうことなんですけど、どういうだけ変異があるかっていうところで、この4つ、主にこの4つがあると。1塩基が違う、1塩基だけ。で、インデル、インサーション、デリーションですね。あとは、こういう同じ3つぐらい、2つとか5つとか塩基が繰り返している繰り返し配列、マイクロセプライトと言いますが、あとは、コピー数のコピーナンバーバリアント、その B っていうの遺伝子が2つあるとか、そういうコピー数の違いという違いが出てきています。で、これもよく出る図なんですけど、変異と病気の関係ということで、まあ、よくこういうのが出てます。で、こちらが遺伝要因で、環境要因で、この辺になると環境要因が大きくて、この辺だと遺伝要因が大きいと。で、単一遺伝疾患というのは 100% 遺伝要因が関わっていて、この血友病とかハンチントン病といって、一つの、遺伝要因によって決められている、発症する疾患で、この辺、ここからここまでっていうのは、少しの環境要因と大きい遺伝要因だったりとか、環境要因が大きいけど遺伝要因環境が関係するよっていう多因子疾患と呼ばれているもので、で、がんとか糖尿病とかそういうものが含まれます。で、遺伝学的解析ということで、単一遺伝疾患に関しては、メンデル遺伝病とも呼ばれますけど、大家系を対象とし、大家系大きい家系ですね、何世代にもわたる、それを、そういうものを対象として連鎖を利用してパラメトリック連鎖解析を行うことで、見つけることが可能です。で、一方、その単因子疾患という複数の寄与度の低い遺伝要因が関わって、あと環境要因ですけどが関わっているような疾患に関しては、この2つの解析方法がありまして、で、罹患同胞追加解析と関連解析の2つですね。で、このノンパラメトリック連鎖解析の方は、多数の、消化系っていうのは、お父さんと子供とか、親と子供とか兄弟とかっていうセットを使っているために、その遺伝的なバックグラウンドが共通しているために、構造化による問題が小さい。で、もちろん遺伝的バックグラウンドが共通しているので、その連鎖変異も及ぶ範囲も広いっていう特徴があります。で、関連解析の方は、非血縁者の比較になって、でケースコントロールスタディってよく言われますけど、全く血縁がないものを比較するので、構造化、その遺伝的バックグラウンドの違いが大きく出やすい。あとは、連鎖平行の及ぶ範囲も少ないということが、特徴です。
ただ、こういう相対危険度の低い待機疾患の場合、関連解析というのが検出力が高い方法として調べています。で、もうちょっと詳しく言うと、病気を持たない群持つ群で比較をして、で関連解析を行うと、病気に関わってくるような、変異を持っている人たちは病気を持つ群に多くて、で持たない群では少ないっていう、この頻度の差を比較して見ていっています。でなぜゲノムワイド関連解析かというところになりますが、これも2番目と3番目の発表で、まあ、触れられたのでちょっとざざっと言いますと、ヒトゲノム配列解読が終わって、で、ハトマプロジェクトによってこういったことが分かり始めてきたと。で、もう一方で、ハイスループと遺伝子型決定のための技術の発展というのが2005年ぐらいからだーっとされるようになってきました。で、そうこういったこういうデータが出てきた、技術も発展したっていうことが相まって、国際的にゲノムワイド関連解析が進んできています。で、これがゲノムワイド関連解析のデータベースでよく知られているものなんですが、それを見ますとこんなにパブリッシュしているよと。で、これも感受性遺伝子として報告されているもののリストなんですけど、7月9日の時点でこんなにも登録されています。で、こんな感じで単一遺伝子病だったりとか、単一遺伝子感知バスで見つけられるものっていうのが見つけられてきているんですが、これ単一遺伝子疾患の中でもリスクありの頻度が低めのものというものがまだ見つかってきていない。あとファーマコジェノミクスも そこまで進んでいないということで、この次世代シークエンサーが力を発揮し始めるわけです。でゲノム情報だけで何がわかるっていうことで、で生命活動っていうのはゲノムの塩基配列だけでは理解できない。これはもう誰しもわかっていることで、でゲノムと環境の相互作用のダイナミズムの中にもあるし、でセントラルドグマに関与するさまざまな因子のダイナミズムの中にもある。次世代シークエンサーではそういったことに対応できるようなさまざまな働きをする RNA の検出だったりとか、転写開始点とか、転写制御ネットワーク解析、あとは相互作用ですねとか、あと就職量みたいなものを、その用途の多様性があるということで注目されています。でこれも、先ほどもあとありましたけど、産学法が報告されて、でそれを用いた技術開発がされています。でここまではポリメラーゼ、処理によって、検出できていたものなんですけど、このナノコアというのはポリメラーゼではなくて、物理的方法で検出するということで、でもなんか毎年学会会場では物がない、いつ来るのだろうかという状況なんですけど、でスループット、これは先ほども出ましたけど、もうすごい急激に上がっていると。で費用も下がっていると。で、研究数、これは先ほど出ましたけど SRX シークエンスリードアーカイブですけど、そこに登録されている研究数っていうのはどんどん上がっているよという。でなぜ共有しないといけないのか、多分皆さん自分が出したデータというのはあまり外に出したくないなっていう、その気持ちはすごいよく分かるんですけれど、なぜ共有しないといけないか、共有しないことでの問題点というのが、ここに、5つ挙げたんですけど、この NGS の導入台数が少ない上に分散しているということで、拠点としての機能が極めて弱い。で、大量の出力データに比例するだけのデータが出るわけではない。
なんでかっていうと、他の研究者ができる範疇をもう超えてしまっている。で、データの整備活用が十分にされていないことで、研究データの埋没とか、研究促進の弊害になっている。なんと報告されていないので、同じ研究をされていたりとか、まあ、新たな成果発見に膨大な時間と労力が必要になってくるという問題点があります。あとは人材育成不足ということで、こういったことができる人材が不足しているということで、データを活用しきれないということが問題になっているところもあるし、あとは、データが点在することで、ゲノム情報とオミクス情報とか他のタンパク情報だとかなどと一緒に解析を、まあ、研究費用に限度があるので、そういったことを一緒に解析したら、もっと新しい何か知見が得られるんじゃないかっていう期待もあります。ということで、データ共有を可能にする仕組みというものが必要になってきていると。で、データベースの活用のいい例として、まあ、中山教授の例なんですけれど、このファンタムクローンデータベースを用いて、そこから候補を挙げたと。そういうデータがベースがあって、それを調べられたということで、手間、時間とか労力を少なくすることができたと。これはとても良い例として、どこでも使われている例なんですけど。で、じゃあデータ共有、どういうことが世界中でされているかっていう、国内外での取り組みです。で、まあ、ここではアメリカとヨーロッパと日本の例をパワーポイントと出しているんですが、この新規塩基配列情報データベースとしては、アメリカでは NCBI のジェンバンク、ヨーロッパでは EBI の、 この EMBL バンクと、あと日本の DDBJ がやっています。で、同じようにその次世代シークエンサーの結果、その SRL だったりとか DBGAP、 あと EGA、 ERA、 この辺はもう全部同じものなんですけれど、そういったデータベースが着々とできつつあります。こちらの方は膨大なというか、まあ、結構データが蓄積し始めているという状況です。で、まあ、DDBJ と NCBI と EBI が連携してデータを集めていきましょうというコラボレーションをしていると。で、どういうデータが連携してて、どういう連携かっていうと、先ほどもあったと思うんですけれど、データを相互に持ち合って、で、どこからでもダウンロードできるっていうことを目指しています。で、その SRA にどんなデータが登録されているかっていうのを検索するのにとてもいい DB がありまして、この DBCLS の SRA、 ここに行くととても、スタディごと、エクスペリメントごと、ランごとで検索できたりとか、もうとても調べやすいサイトになっています。で、これはNBDC の先ほどの、ここですね、ここの、ここから行くことができます。で、他にもこれは、発言の、NCBI が作っているサイトで GEO ですけど、それをやっぱ検索しにくいということで、検索サイト、しかも日本語で検索できるっていうサイトを作ってくれています。で、その使い方はここで紹介されているので、ぜひ見ていってください。で、あとは GBUS に関しては、先ほど紹介したサイトだったりとか、日本では統合データベースプロジェクトの、一環として、この GBUS やコントロール集団における変異情報を集めて、で、NCBI とか EBI というのは、それぞれのデータアクセスコミッティが存在するんですけれど、DDBJ はこれまではその植物だったりとか、あまり倫理問題にうるさくない
ソースを使ったものが収められていたんですけど、人のデータを扱うとなるとそのやっぱり倫理的な問題が発生してしまいまして、で、そういったデータをアップロードしていただく前にそのデータ使っていいかとか収めていいかっていう審査を行うことを、DDBJ と協力しながら NBDC でやっていこうとしております。で、NBDC の取り組みといたしましては、その人に関するデータの収集公開をする仕組み作りを作ろうとしていて、で1つ目としてはガイドラインの作成、これは、この前の5月27日に公開され始めました。で、共有のためのガイドラインとセキュリティのガイドライン2つを作っております。で、社会的な理解とか各種倫理指針の変更に伴うフレキシビリティが必要であるために、とりあえずシンプルなガイドラインを作ろうということを心がけました。で、既存のスタディからのデータやさまざまな種類のデータに対応できるものをというコンセプトで作っています。で、あとは、データの共有利用の申請に必要なウェブサイトの構築と、申請についての審査のサポートをしています。で、ガイドラインもちょっと細かく見ていこうと思うんですが、受け入れデータの種類といたしましては、このオープンデータと制限公開データの2つに分かれます。で、オープンデータっていうのは、集団の集計値だったりとか、統計解析結果とか、あとセルラインなどの購入した、あまり倫理に、引っかからないような、ソースを使ったデータというのが、オープンデータとして受け入れる予定です。で、制限公開データといたしましては、個人ごとの情報ですね。個人ごとの配列だったりとか、あと他のメタデータというものに関して制限公開をしていこうと考えています。あと、この公開待機データというのは、論文発表前、論文発表をするまで待ってくれっていうようなデータでして、でこっちに関しては各施設の持っているデータを示しています。なので、このオープンデータと制限公開データというこの 2つを受け入れていこうとしています。で、共有の仕組みといたしましては、法的資金で行われた研究のデータを主に、提供していただいて、でそういう利用者がどういうデータがあるのかなってウェブ上で、確認して、使いたいデータがあったら、利用申請を行うという流れになります。で、実際に、ガイドラインのあるところに行っていただきたいんですけれど、NBDC と入れて検索ボタンを押すとこの画面に行けます。で、ガイドラインはどこにあるか、先ほど1番目の発表ではここを見ていただいていたと思うんですけど、その下ですね、ここに、データベース、今ガイドラインの未公開中と書いてありますけど、ここに行ってください。そうするとトップ画面がこんな感じになっています。で、データベースうんぬんみたいなこう書いてありまして、でこのガイドラインを閲覧する、このボタンをピッて押していただくとこの画面に行きまして、で、データ共有するためのどういうことが必要か、利用すること、利用したいときはどういうことが必要かっていうことが書いてあります。あとはセキュリティ、人のデータを扱うのでセキュリティ環境も重要になってきますので、それを定めたガイドラインというのもあります。で、データ共有のポイントですね、このガイドラインはバーっていろいろ書いてあるんですけど、その中で何がポイントかっていうところを言いますと、提供側の提供申請の時のポイントっていうのは、インフォームドコンセントの説明文書の中でデータベースへのデータの登録と研究者によるデータの共有しますよっていう文を説明文に入れていただきたいということです。
で、あとは所属機関で倫理審査委員会というのがあると思うんですけど、そこでもそのデータベースに登録して共有するっていうことを、そういうことが審議されて、で承認されているという必要があります。あと、その日本のコンセントの説明の中で、おそらくこのがん研究に限定しますよとか、なんかこれは、まあ、いろいろ宣言事項が書かれていて、いた場合は、その制限事項というのが、制限事項を提示することができます。で、じゃあ一方、データ利用の申請の時のポイントといたしましては、まあ、利用申請を行ったデータと関連する研究経験のある人から申請をしていただきたいというところがありまして、であとはそのデータを利用する全員の名前と連絡先を登録する必要があります。であとはそのこの利用申請を行ったことの元となる研究があると思うので、そういうそれが倫理審査委員会で承認されている。あとは、先ほど制限公開データに関してはセキュリティ対策が必要なので、それを実施しているか、これチェックリストがあるので、それに沿って、見ていただきたいというところになります。あとは、よく読んでいただけたらと思います。で、より良いデータベースの構築に向けた課題といたしましては、提供情報データの提供者、ひいては研究参加者の方の理解が一番大事だなとつくづく感じております。で、高度な利用のためにはデータについての情報、メタデータですね、年齢だったりとか性別とかどういう病気持ってるとか、そういった情報の充実が必要になってきます。あと、網羅性を高める必要があるということで、公的資金による研究成果の登録を義務化できたらいいなと、まあ、期待しております。あとは、データの精度を高める必要性、やはりいろんなこうクオリティコントロールしていないのが登録されたりとかするとちょっと、解析に影響を与えてしまうので、その精度を高めていく必要性があるなということを考えています。あとは、ゲノムだけじゃなくて、いろんなタンパク情報だったりとか、発現解析とか、そういう いろんなタイプのデータを登録していただいて、で必要なものを取り出して、でまとめて解析を行うっていうことが重要になってくると思うので、他のデータ、例えば脳画像のデータだったりとか、あとコホートデータ、これは京大の松田先生のところの長浜、コホートのウェブサイトなんですけど、そういった、いろんな種類のデータを集める必要があるなということを強く感じております。で、次にヒトゲノムバリエーションデータベースの紹介に移りたいんですが、先ほど国内外での取り組みということで、この日本の下の名前、統合 DB プロジェクトで、ジーバスやコントロール集団における変異情報などっていう、このちょっと見にくいところなんですけど、これの紹介です。で、ヒトゲノムバリエーションデータベースの目的といたしましては、疾患変異臨床情報の関係を整理、体系化し、得られた成果、情報を公開、共有することによって、疾患基準の解明とか、個別化医療の実現に貢献できたらいいなということで、スタートしております。で、構想としては、現時点においてはその NGS と、その他の解析方法、ジーバスなどによって発見される変異疾患情報の受け入れ、それを永続的、半永続的な、集約的データとして保管できる。で、また、他の文献情報ですね、もうすでに報告されているもの、あと過去に報告された疾患感受性とか薬剤応答、ウイルス耐性といったこの知的財産ですね、に関わる多型変異データの収集と DB 化ということで、これも合わせて検索できるようにしていきたいと。あと、
これらのデータを整理体系化したデータベースの構築、データの公開と共有、あと、健常者データについてはそのフェージングとかハプロタイプ推定、必要に応じて宣言番号のプロジェクトデータだったりとか GWAS 健常者データも用いて遺伝子型推定を行って、で、こういった解析に使っていけると、こういう情報を紹介していけたらという構想を持っています。で、効率的な疾患遺伝子の探索に役立てることができたらいいなと思っております。で、じゃあ、皆さんにその実際に行っていただきたいのですけれど、検索画面に GWASDB と入れていただいて検索手を押していただくと、この人ゲノムバリエーションデータベースというところに行けます。で、これは、インターネットエクスプローラーのバージョン9以上のもので見ていただくと、バグとかも起こらずに行けます。で、先ほどのこの NBDC の画面のこの人ゲノムバリエーションデータベースっていうところからも行くことはできるんですけれど、そこに行っていただくとこういう画面になってきます。で、ここの、データベースにはこのヒューマンバリエーション DB、HLS、NIP、GWAS、SNV と、あとは、リシークエンス、ミューテーションのデータベースなんですけど、この7個があります。で、まず人バリエーションデータベースからの説明なんですけれど、NGS だったりとかその他の実験による変異データの登録をしてもらって、で登録してもらったデータを載せていく。で、NGS は、計算手法とか閾値条件とか、ね、変異検出精度実験をしている場合はその実験というか精度管理ですねをしている場合はその情報も登録しています。で、同様に、文献データも入れたり、あとは日本人のコントロールデータもリファレンスゲノムとして表示して、このデータベース上からダウンロードできるようになっています。あ、全部ダウンロードをすることは無理で、その場合は、申請が必要になってくるんですが、それはちょっと後で紹介させていただきます。で、ヒューマンバリエーションデータベースでは遺伝子検索、遺伝子名で検索したり、疾患ごとに検索できたり、あと領域ごとに検索することが可能になります。で、これは例なんですけれど、とある疾患の基地感受性遺伝子の全ゲノム上での位置というのをこのように、表されています。で、もっと中に入っていきますと、変異のゲノム上の位置だったりとか、SNPの種類、アミノ酸置換情報だったりとか、あとケースコントロールスタディが行われている場合はそのピーチとかオブヒとかというものも同時にリストに入ってきます。これはピーチ このあれですね、ケースコントロールスタディのピーチがこういうふうに表されているんですけど、これがどんなスニップかっていうのを出ていくとこんな感じでスニップ情報が出たり、周りの配列情報を見ることができます。で、登録されたデータだけではなくて、線ゲノムをはじめリファレンス配列っていうのは随時蓄積していって比較をすることができるようにしています。で、アノテーションも行うことができて、で複数の配列、これは全部線ゲノムなんですけど、日本人、白人、見えない、中国人ですね、とあと黒人のデータをこのように比較して、で頻度の差をこの色の違いで表しているんですけれど、この濃ゆい色が頻度が高い、薄い色が頻度が少ないよ、低いよっていうふうにこうパッと見で理解することができるようにしています。あとは、ドメインだったりとかマイクロサテライトマーカーこんなのあるよとか、あとはコンサーベーションスコアなども示しております。
であとは、登録いただいた、NGS の詳細の表示というのも、今、公開している画面で見ることはちょっとできなくて、その論文が通ったら公開の方に行けると思うんですけれど、それのこんな感じでマッピングされてるよとか、そういう NGS の実験のデータも、このように整備しているところです。次にその隣の HLA-DB に行きますと、どんなコンテンツが入っているかというと、 HLA のハプロタイプごとの変異の登録、スタディインフォのところにあるんですけれど、こういった、HLA のハプロタイプでどんなものを持っているんですかっていうのをディテールに行くと、こうこの、アリルを持っています。でこういう人の、塩基配列っていうのが、それを見ることができたりとか、実際にダウンロードすることができるようになっています。であとはこういう、配列の違いはどんなのがあるのかなっていうのを見ることができて、でこれは、その5つ登録サイト6つですね、このコックスの配列がどのぐらい違うか、違ってるところがこう高くなってるようにっていうことでこう見ることができる。あとはこのペアアライメントっていうところで、あとこんな感じで、コックスともう一個、もう一個ですね、の、塩基配列の違いがどこにあるのかなっていうのを見ることができるようになっています。実際に HLA を使って研究をされている方は少ないのかなとも思うんですけど、免疫性の疾患とか、あといろんな疾患でその HLA、 G バセアルと HLA のピーカーでっていうことがよくあって、何かしらに関連している疾患っていうのが結構あるなという印象がありますので、もしその HLA どんな違いがあるんだっていうのを見たいときはここを見てください。で、この HLA とヒューマンバリエーション DB の中には NGS の公開データ、今のところはその1000ゲノム の98検体分のデータしか入っていないんですけれど、どんどん今後登録されたらここに反映していこうと考えています。で、内部登録データっていうのは、まあ、公開待ちのデータなんですけれど、そのエクソームが21検体、健常者の HLA1 検体のデータもすでにあります。なので多分1年以内にはアップされてくるんじゃないかと思うんですけど、あとは、これも内部登録準備データとして、このクソム64検体とか、まあ、こういったデータがすでに、登録されています。で、あとは文献公開データも一緒に合わせて見ることができます。次、SNP のコントロール DB というのに移りたいと思いますが、これは健常者の SNP データ、GWAS のチップ用のデータで、アフメトリックスの 500K が500検体分、6.0 が600検体分、でアクションのアジアンセットが420検体と、イルミナのオムニ 2.5 の、全体分、420検体分のデータ を収集しています。で、こういうものの遺伝子型頻度だったりとか、アリル頻度、あとハーディン・ワインバーグ平行値とコールレートなどがこのように示されます。で、あとは、アノテーション機能に関係するようなスニップだったりとか、染色体上、その染色体上の位置といった情報も見ることができます。で、そのスニップを使った GWAS のデータベースなんですけれど、
GWAS のデータベースでは、疾患名だったりとか、どういう研究があるのか、まあ、一覧を見ることができるんですけれど、こういった感じで。で、それの、ここにちょっと見にくいんですけど、ID があるんですけど、ID があればその ID で検索もできますし、SNP の ID でも検索することが可能になっています。で、すでにこのデータベースに登録されている GWAS のデータといたしましては、これ内部用というのはまだ論文はパブリッシュしていないものなんですけれど、19疾患28スタディとあと17形質に関して、もうすでに登録されています。あと公開されてすでに公開できているものとしてはこの11疾患13スタディ分のデータになります。これは後で、ちょっと実習で使っていけたらと思っています。で、GBASDB なので、そういったこの、解析結果、それぞれのモデルでとか、あと、交通費だったりとか、そういったデータが入っております。で、こんな感じで俯瞰することができるんですが、これ、ピーチを色で表していて、こっちの方が低いピーチですね。こっちは高い、関連がないようなものがこっちになってくるんですけど、なのでこの赤いところっていうのが何か関係があるんじゃないのっていうところがこういうふうに示されるんですけれど、そこをポチッと押すとこんな感じで、マンハッタンプロット的な感じでそのピークがどこにあるのかっていうのを見ることができたりとか、あと実際にここのところをポチッと押すとこんな感じで実際のピーチだったりとかを図比、あとその周りのエクソン・イントロン構造だったりとかどんな遺伝子があるかとか、 CNV ももし報告されているんだったらそこに入ってくるし、あとはそれだと連鎖不平衡のマップも見ることができるようになっています。で、他にもこのマイクロサテライトとか、パーミューテーションのピーチだったりとかオミムの情報とリンクさせていて、でどんなものかっていうのをすぐ見ることができるようになっています。で、こういう、SNP の統計値だけではなくて、その SNP と SNP の相互作用を計算させていまして、それを、図に示しているようなものも見ることができます。これはちょっと後で、実習していきたいと思います。で、あと CNV のコントロール DB、 これコピーナンバーバリアントですね、それのコントロールの、データなんですけれど、今は、センゲノムかな、センゲノムの結果と、あと日本人の420名ぐらいの、データが入っています。で、 CNV の検出方法、今主に、4つ言われている、よく使われているのが4つなんですけれど、この4つの方法を使って、計算させて、でどれが確からしいかっていうのは、まあ、共通して上がってくるのは確からしいんじゃないかなという期待を込めて、見ていけるというふうに設定しています。で、やっぱり どの、計算方法を使うかっていうのはそれぞれの研究者の好みとかも入ってくると思うので、その辺は、どの結果を見るかっていうのは見る方にお任せをしようというところです。で、クラスタリングして、他の結果と合わせてみたりとか、ここは確からしいんじゃないかとか、そういう、あとポジションどういうところに、どこからどこまでかというのを、俯瞰的に見ることができるようになっています。で、CNV のケースコントロールスタディなんですけど、今は残念ながら1個の研究の結果しか入れられていないんですけれど、今後もし来ればここにどんどん入れていけたらなと思います。で、この青い方がケース、緑の方がコントロールというふうに、ケースとコントロールでその CNV の場所が違ってきてどこが違ってきてるかっていうのを見て、で直接そこにポチッと行くとリスト
だったりとか、こういう俯瞰図を見ることができます。では、実際に GBUSDB を使ってみましょうということで、このトップ画面の GBUS っていうところに行ってください。で、ナルコレプシーっていう疾患の GBUS データを見ていきたいと思うんですけれど、最終目標といたしましては、スニップ間の相互作用の図を表示させてみましょうということでやっていきたいと思います。で、皆さん GBUSDB の方にはいけたでしょうか。で、ケースコントロール GBUS っていうタブを選択してもらっていくと、この図に置けると思うんですけれど、その中で、ナルコレプシーという書いてあるこの疾患を選択してみてください。そうすると、まあ、一つのスタディが報告されているので、この一つのそのナルコって書いてあるところを押して入ってみると、ナルコレプシーのどんな研究なんだと、徳永ラボで報告されたもので日本人使ってるんだとか、あと検体数はこのぐらい使ってるんですねというのが見えます。で、クリックするとこう5番までいったと思うんですけれど、で、まあ、こんな研究だということで6番下の方にあるこの5を押してください。つながった方いらっしゃいますか。あ、つながってる、あれそうすると、先ほど見たようなその染色体ごとの図が見えると思うんですけれど、右上の、まあ、この辺りに、モデルが選択できるところがあるんですね。このモデルっていうのは関連解析を行う上で、そのドミナントモデルとかレセシブモデルとかアレリックモデルとか、そういうものが、ここだとここに来ちゃっているんですけれど、こんな、5つのモデルを選択することができます。でそこをいじるとそれぞれのモデルで計算した結果が図に反映されて、で、このアリリックモデルとかっていうのを選んでから、ショーマップっていうのを押していただくと、変わります、そのモデルの結果に。で、それぞれのモデルによる計算の、出てくるピーチの違いっていうのを比較することができます。で、ハンドアウトの方のクエスチョン1というので、色がいろいろありますね。何を意味していますかっていうのは、先ほど言ったようにピーチが、色で示されてきています。こういうふうな、全染色体を俯瞰的に見ることもできますし、マンハッタンプロットではピーチがこうウェーベーベーってドットで示されているようなで見ることもできます。それは、この右下の小プロットっていうところを押していただくと、こんな感じで、先ほどの染色体の色の違いとして現れたのが、今度はそのマイナスログ 10B の値、この高さですね、として見ることができます。でナルコレプシーという疾患はその HLA の、が強く関わっていて、 DRB1 の1501と DQB1-0602 っていうそのハプロタイプが、疾患患者さんの中でほぼ 100% に近い割合で、そのハプロタイプを持っているので、こんなそのハプロタイプと連鎖平行状態にあるスニップがぐわっと上がってきているという図になってきます。でこのなんか6番染色体のところにあるのがその HLA 領域なんですけれど、そこの、気になるので押してみましょう。ここの点点点点っていうところをペッて押していただくと、
で、このハンバーグの自習1の11番になりますが、こんな感じで、スニップのリスト、先ほどのこの点々点々の一個一個のスニップの、どんなアレリック P バリューだとどのぐらいで、ジェノタイピックだとこのぐらいっていう、そのモデルによる違う、モデルによって違ってくる P 値だったりとか、あと、このボンフェローニーすると、コレクションすると、このぐらいになっちゃうよとか、なんかこうずれるんですけど、多分インターネットエクスプローラーでやってる方はこのずれはないと思うんですけれど、クロームでやるとちょっとずれるんですよね。で、このオーツ比だったりとか、ケース、コントロールそれぞれのマイナーアリルフレクエンシーだったりとかっていうのが示されてきます。で、下の方を上とか見ていただくと、さっきの P 値、マイナス 6.P が、こういうふうにグラフに表されていて、今いろんな色があるんですけれど、これは何でいろんな色かっていう と、全部のモデルの P 値がこう反映されているのです。で、それを消すことも加えることもできまして、それはこっちの、左側のこっちのボックスですね。これの P バリューっていう、バッテンっていうところを押していただくと、ちょっと押すとですね、ここにモデルが何があるかっていうのが入ってきます。で、今は全部選択されている状態なんですけれど、それを、じゃあ、ジェノタイプ、この遺伝子型のモデルにして、だけにしてみます。で、チェックを取り終わったら下の方に行くと、このアップデートテーブル&イメージというのがあるので、そこをペッと押します。そうするとこんな感じで、遺伝子型で比較した時の P バリューが表されます。これは、5つとか、比較することもここでできますし、ジャムだったら消すこともできます。あとはパンミューテーション、こっちはカイスクエアで、カイ自助検定でやっているんですけれど、下の方はパンミューテーションテストを使った時のそれぞれのモデルになっていて、やっぱりチェックをしたら、下のこのボタン、アップデートテーブル&イメージのボタンをペッと押すと、ここにこんな感じで示すことができます。で、この図を、下の方まで行っていただくと、この辺りは、どんな遺伝子がありますよっていう情報があります。で、こうカーソルを持っていくと、何々の遺伝子っていう名前も出てきますし、あとはポジションがこの大まかな感じで示されています。で、この図をちょっと後で見たいな、ダウンロードしたいなっていう時は、このダウンロードっていうボタンをペッて押しますと、この画像のデータが、ダウンロードされて取っておくことができます。で、ここで11番ぐらいまで行ったんですけど、まだ、目標のエピスタシスの図にはまだ行けていないんですが、次に12番、これもやってしまいましたね。いろいろ表示させてみたり、あとここにこのアッドスタディっていうのが、ここにアッドスタディっていうのがあるんですけど、これ今ナルコレプシーのデータを見ているんですけれど、じゃあ他の疾患ではどんな感じになってるのかなっていうのを比較、この提示させて比較することもできます。で、このアッドスタディペッて押すと、ここにスタディ ID っていうこの欄が出るので、ここで、まあ、何と比較しようかな。じゃあ、パニックディスオーダーと比較しちゃおうかなということで、で、ここにアッドが点滅、ピカピカピカって点滅されるので、なのでそこを押します。そうすると他のちょっとここクロームだとバグるんですけど、
それぞれのスニップのナルコレプシーでのピーチ、パニックディソーダーでのピーチっていうあの情報が出てきます。で下の方の図にもそれが反映されて、こっちは、ナルコレプシーの、6.P、 これは、遺伝子型の比較した時のピーチだったと思うんですけど、とかあとこっちはパニックディソーダーっていう感じでこうデータを出すことができます。そうするとなんかこう横断的に見るとなんかナルコで強く関連しているようなとこはなんかパニックでも来てると思いきや、この縦軸を見るとマイナス 6.P が 2.5 だったりするので、ここで騙されちゃいけないんですけど、こんな風に比較することができます。あとは、周りにこの mRNA があるのかなとか、あとマイクロサテライトマーカー見たいんだけどあるかなとか、あと CNV 構造のなんか違いはあるのかなと、日本人の結果で見ちゃおうかなという時はチェックをして、でアップデートイメージっていうのを押すと、この下に出てきます。このウンヨ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 ンっていうのがマイクロサテライトマーカー、これだけ存在してるよっていうのが報告、マイクロサテライトですね、あのマーカーになるかどうかは分からないですけど、このあの繰り返し配列があるよというのが示されています。あと同じようにこの SNP ID、 アフィメトリックスの ID だったりとか、その SNP の ID で検索することも可能で、そうすると、その SNP の情報を見ることができます。で、ではここの感じでもうちょっと触っていきたいと思うんですけど、クエスチョン2で、発現量に影響しそうなスニップはあるかなという質問にいきたいと思うんですけれど、それはどこを見たらいいかと言いますと、こちらの左側の画面のところにスニップタイプっていう表示があります。で今オールスニップカインズっていうのが、チェックされているので、ここのリストに全ての、疾患、あ、じゃない、全てのスニップ情報が入ってきています。で、これのチェックを取っていただくと、この下を選択できるようになるんですけど、それぞれ C スニップ、 S スニップ、 R スニップ、 I スニップ、 J スニップ、この辺って分かりますか？どんなコーディングリージョンのスニップ、これはサイレントスニップ、で、レギュラトリー、なんか機能に関わりそうなスニップとして報告されているものとか、あとイントロン領域にあるスニップ、で、あとはジェノミック領域にあるスニップという、これチェックできるようになっています。で、発現量に影響しそうなのって言ったら、やっぱりレギュラトリーかなと。アコーディングもあるのかな、まあ、そうすると全部になっちゃうんですけど、まあ、あとこの辺でこうチェックを外してみたりとかして、でアップデートテーブル、まあ、どっちでもいいんですけど、テーブルにしよう、テーブルでペッて押すとですね、今までこの全てのスニップが出ていたんですけど、今選択されているレギュラトリースニップとイントロニックスニップの2つのみのリストになってきます。こうやって相当すること、あとはこの三角、これですね、丸の中に三角があるもので相当することができるので、なんか楽しそうなスニップがないかなっていうものはここで相当したりとかして見ることができます。でここに遺伝子名が書いてないのは、その遺伝子間領域だったりとか、アノテーションされてないというスニップになります。
で、クエスチョンさんのこのパーミューテーションテストによる P バリューもあるぜっていうところですが、ここは先ほど、P バリューのところでちょっと説明しちゃいましたが、このパーミューテーションテストっていうのをチェックをしていけば見ることができて、開示条件データの結果を比較したりすることができます。で、次、クエスチョン4の、オッズ比。オッズ比でもやっぱり相当したいなというのがあると思うんですけれど、それもこのチューズアイテムズの中のオッズレーシオっていうのがここにあるので、このボタンをポチッと押すとですね、今はレリックモデルのものだけが、表示されているのですが、この選択することでリストにも、テーブル、ん?リストにも図にも反映されてきます。試しにこの辺を押してみますと、こんな感じで示すこともできますし、あとはこのテーブルの中にもここですね、選択した、オッズ比が出てきます。で、このグラフの色っていうのはここで示されている色になるので、そこへ確認してください。この色と同じものがここに出てるはずです。で、次、ここの LD ブロック構造はどうなってんのかな。結構その辺もこう字は損なった後にファインマッピングをしたりとかすると思うんですけれど、そういう解析に使えそうなスニップあるかなとか、この辺まで見たらいいのかなっていうのが分かるので、 LD マップというのを確認するのですが、それもここで見ることができます。あ、ここですね。このチューズグラフの中の下にこの LD というのがあるので、この例えばこの R スクエアチェックして、アップデートイメージというふうにやると、先ほどのその LD っていうものとハプマップ LD っていうのがあったと思うんですけれど、その LD の方はこの GBUS の中で使われているスニップ情報をもとに計算させて書かせている。ものになります。で、ハプマップ LD っていうのは、そのハプマップで登録されているデータをもとに、書かせるので、数が全然違ってくるんですが、LD 構造にどう違いがあるかっていうのを比較したりとかすることがここからできます。こんな感じで示されました。で、赤い方が、R スクエアの値が高く、強い連鎖不平衡状態にあるっていうのが分かります。で、じゃあついでにホップマップの LD の方も表示させちゃいますと、同じように R スクエアにチェックを入れて、アップデートイメージをここで押します。クエスチョン7、他のマーカーは存在するかなということで、他のマーカーは、先ほどマイクロサテライトマーカーはこんな感じで、マイクロサテライトはこんなにあるよと、
ていうのが分かったんですけど、でこうカーソルを合わせるとどんなマイクロサテライトとして報告されているかの ID を見ることができるので、そこで検索することができます。あとはまあ、先ほどやった感じですね、 CNV だったりとか、まあ、マーカーとは言いませんが、まあ、そういう miRNA だったりとか、そういう他の、まあ、エクソンイントロン構造をめちゃくちゃ見ていくと、でこう色がほんのり変わるんですけれど、ちょっと分かりにくいので、このここから、ここの範囲のそのどのぐらい見せるかっていうのを選んで、まあ、ズームインしてみましょう。そうするとちょっと分かりやすくなるんじゃないかと思うんですけど、ちょっと狭めすぎたのでLT ブロックがちょっとこんな感じになってしまいましたが、これはGBUSで使われているスニップによるものと、あとこっちはハプマップ、でもうちょっと範囲を広めると、LD ブロック、じゃんっていうのが分かります。で、13番に移りたいと思いますが、別のことをしてみましょうということで、戻っていただいて、で先ほどこれは、小プロットというのをしたと思うんですけど、この小テーブルというか真ん中のテーブルを押してみます。そうすると、利用されているスニップ、全スニップのものが出てきてしまうので、まあ、これはそうとして見るっていう手もありますし、あとは、先ほどのここですね、このクオリティっていうところで、マイナーリフレクエンシーをスレショルドを決めたり、あとコールレートどういうのでっていう指定をして、でピーチいくつ未満のものを出してくださいっていう、ここでセッティングして欲しいものだけを取ってくることができます、小テーブル。で、それぞれ相当して気になるものを取ってくることができます。で、今14番ですね。で、次15番に移りたいと思いますが、こっちの左側のものを、いろいろチェックを外したりとか出したりとかできるんですが、このここにこうハプロタイプを示すこともできますし、コールレートでチェックすることもできますし、いろいろこう選定するアイテムというのがあるので触ってみていただきたいんですけれど、そこの下の方にこの今日の最終目標であるエピスタシスを表示させようというのに関わってきそうなこのチェックボックスがあります。でこれをチェックしてみてください。で、アップデートテーブルをします。そうすると、これはスニップ A、スニップ B、 2つのスニップ間の相互作用を計算させたピーチ、ウェイトとして出していますけれど、それが、表示されました。でこれも染色体ごとで相当しちゃおうとか、あとポジション、まあ、これポジションで相当しちゃおうとかっていうふうに相当することができます。でウェイトでも一番気になるのはそのウェイトの高いものですね、この ピーチが低いものっていうのが気になると思うので、ここで相当させます。
それで、この17番に入りますが、この G っていうここですね。これを押します。そうすると、今日この実習1の最終目標であった指さし数の図を表示させることができるんですが、ちょっと見にくいんですけれど、例えばこれとこれのスニープの相互作用はこのぐらいとか、まあ、色でも見えますし、赤い方が、相互作用がある。黒いと、あまりっていう感じで、パッと見で判断していただいて、まあ、自分が気になるスニップがあったらそれを、に注目して見ていくというのもあるんですけど、こういうセットにするとさらに関連が強くなるっていうのは、なんかハプロタイプで効いてきてるんじゃないかっていう、ことも分かります。ということで、実習1は、終了したいと思います。で、次、このデータベースの特徴としては、やっぱり、いろんな研究者の方から GBAS のデータを、提供していただいて、それを、ダウンロード、利用者、希望者がいれば、その方々に、提供していくということを第一の目標としておりますので、そのデータをダウンロードできるというが、一つの最大の売りになっていると思います。で、ダウンロードできる、まあ、GWAS の疾患数としては、先ほど示したみたいに、その13スタディ分しか今はないんですが、まあ、後々どんどん、アップデートさせていきたいと思っています。で、そのじゃあダウンロードしてみちゃおうと。ということで、2型糖尿病のトップヒット遺伝子リストをダウンロードしてみようという目標をもとに実習2を始めたいと思います。で、これも、先ほどのその GBASDB のところ、ここですね、これの GBAS のところに行っていただいて、で、同じように、ブラウズ GBAS リザルトフロムディジーズネームリスト、ここを押していただいて、2型糖尿病なので、このタイプ2ダイアビティスで押します。そうすると、このスタディ ID1 つのスタディが、搭載されているわけですけれど、それを押していただくと、やはり、研究についてのこの752検体のケースと752検体のコントロールで解析したんだなっていう、そういう情報が載っています。で、このページをこうじっと眺めていくと、この辺にこのダウンロードというボタンがあるのに気づくと思うんですけれど、このダウンロードというところを選択して、こう、と行くと、このページに行きます。で、まあ、ちょっと英語のサイトで見にくいので、日本語にしちゃおうということで、ここのボタンで英語と日本語を切り替えることができます。で、英語の方がいいという方は、この英語のボタンを押していただいて、日本語の方はジャパニーズを押して、日本語にしてください。で、そうすると、なんか、ここに行くんですけど、すぐに見ることができなくて、で、ちょっとそこが 混乱するところなんですけれど、まあ、遺伝子名からも検索できるし、あとは薬剤応答に関係しているような遺伝子、どんなのがあるかってこうリストがあるんですけど、そこから選んで見ることもできる。それはまあいいとして、ここに、疾患から検索っていうものがあるので、ここに行ってください。
そうすると、このデータがあるものが一覧が出てきます。で、実験方法の違いでこんな感じでこう分けられていたんですけれど、そこの中のこの糖尿病というのがあるので、でここでなんか押せそうなところを押してみるとこんな感じで、まずじゃあどんなスレッショルドのスニップ見たいですかっていう設定することができます。で、それを自分の好みで、まあじゃあ大津比 0.9 未満ぐらいと 1.1 より大きいものという感じでこう設定したり、そうするとこんな一覧を出すことができます。で、ピッチで相当とか、この青くなっているところで相当することが可能なんですけれど、ピッチで相当もできるんですけれど、それだけよりもやっぱりオズ比で、限定した方がより、有効なスニップを取ってくることができます。で、こんな一覧が出たところにこのダウンロードっていうボタンがあるんですけれど、このダウンロードを押す前にこのフォーマットが選べるようになっていて、この全体をダウンロードすることは今の段階ではできないんですけれど、そのスニップ ID と遺伝子シンボル、どんな遺伝子が関与してそうか、あとどんなスニップが低いピーチが関連しそうかっていうものだけになってしまうのですが、それをダウンロードすることができます。そうするとこんな感じで、これ今はスニップ一覧を選択したんですが、今のリストの中にあったスニップ一覧をダウンロードすることができます。で、これだけかよっていうとちょっと、がっかりすると思うんですけれど、本当はデータファイルをダウンロードすることもできるんです。ただ、全体のものをダウンロードするとなんか例えばその研究に参加した人が、NGS とかで解析して、で配列とか変異これを持ってるっていうのが分かった時に、この人が糖尿病のグループに所属しているっていうことが分かってしまうんですね。同一検体スニップの情報がありすぎると、そうすると、なんか問題になるんじゃないかっていうことで、2005年だったかなに、ネイチャーかの雑誌にそういう論文が投稿されまして、で、そう全部のデータをダウンロードさせるのはやめましょうみたいな動きになっているのを反映して、こういう形になってきてしまっています。ただ、データファイルをダウンロードすることは、できまして、それどうしたらできるかっていうと、今の状態でここをクリックするとユーザー ID とパスワード入れてくれっていうふうに出るんですけれど、これはこの下に書いてあるんですけれど、登録さえすれば、いけます。で、オープンデータの場合、集計データとかのその一覧ですねは、登録、名前と、E メールアドレスと連絡先もあった方が、ちょっとすいません、うろ覚えなんですけれど、それを登録するだけで、ダウンロードすることができます。で、あとは各個人の遺伝子型一覧を使って自分の検体と混ぜて解析したいとか、そういう場合は、制限公開データにつきましては審査をしていただくことになるんですけれど、その審査で承認された場合はダウンロード、先ほどの、パスワードと ID を、差し上げるので、それを使って、ダウンロードすることができます。なので、ぜひ
登録して、使用してみてください。ということで、そろそろ時間になりましたの で、今後その人のデータもし扱うとかそういう場合がありましたら、そのインフォームドコンセントの説明書の中にはデータベースに登録して共有しますよっていう一文を入れていただいて、でぜひデータベースへ登録していただけたらと思います。ご協力お願いします。では本日の最後のセッションを終わりたいと思います。ありがとうございました。